年越しイベントで会場を大いに沸かせた金曲賞のキング、ジャムシャオが引き続き忘年会の会場も沸かせます。本杯の今年の忘年会では他にも素晴らしい歌声が特徴のアーリンも登場します。この他リストには新世代シンガーソングライターのナインチェンの名前もあります。ただ今年は新型コロナの影響により、本杯は2月6日に行う忘年会はネットによる生中継方式で行うとしています。 人材紹介などを行う人力銀行の調査によるとサラリーパーソンが最も楽しみにしているのは忘年会の招待歌手です人気トップバンドメーデーは8年連続で忘年会に呼んでほしいアーティストのトップに輝きましたそしてジョリーン・ツァイとジャムシャオが続きますただ残念なことに今年メーデーは旧正月の後にコンサートがあることから忘年会への参加を見送っておりジョリーン・ツァイもコンサートに向け5つの企業からのオファーを断っています 女王アーメイは4つのオファーを全て断っています。JJ もコンサートを見据え忘年会のオファーは受けていません。大物歌手は次々とオファーを断っていますが、司会者たちはオファーを待ちかねています。 毎年イベントの司会で大忙しのミッキー・ホアンは1月はこれまでで一番暇だったと告白していますまたお笑いコンビのハオジャオシャンチーやベテラン司会者エレン・チューアレックス・ニュージャッコ・チアンなどもイベントの半分以上が削られており彼らもまた新型コロナによる違うタイプの被害者となっています <music>